あ、もうすぐ肉が。豪勢だな。その肉はどこで？うろうろしてる豚どもを見つけて一匹焼いたのさ。食うか、いくらでもあるぞ。いただこう。カイウス、こいつに豚を切ってやれ。ああ、なんてこと。ヤーゴダを焼くなんて、けたものめ。またこいつか。もう一度殴られたいか。どういうことだ。やつらヤーゴダを肉にして焼いたんだ、けたものめ。またそれか。痛めつけてやるか。カイウス、ジェイコブ、抑えろ。嫌だ、やめろ、助けて。彼は何もしてないだろう。手を出すな。親切にも焼いた豚を勧めてやったのに、その礼がこれか。俺たちに指図する奴は許さねえ。やっちまえ。怪我は？ない。でもヤーゴダが料理されちまった。本当に大事にしていたんだな。誰だ？リビアのゲラルトだ。俺はヨンテク。そのこの辺のヨンテクだ。村にはお前一人か？いや、みんなうちにいるぞ。いなくなったのはクラウスとイゴールだけだ。クラウスとイゴールとは？イゴールは草を食べるバカなやつだ。クラウスは長老だ。ここじゃ有名人だ。けど今はどこにいるやら。きっと豚の魔法にやられちまったんだな。豚の魔法？そうとも。自分で確かめてみな。わかった。豚を見てみよう。いいぞ。メダルが震えてる。ヨンテクの言う通り魔法にかけられてる。ヨンテク、なんだい。確かに魔法をかけられた豚だった。ああ、そうさ。あの魔術師がやったんだ。みんなをあんな風に変えちまったのさ。じゃあ、あの豚は人間だったのか。そうともさ、当たり前だろう。みんなを元に戻してやってくれ。村人たちはなぜ豚になった？魔法だよ。俺がイゴールに鍵を渡して、奴がみんなを誘って行ったのさ。その鍵というのは？これさ、ほら、豚小屋を開ける鍵だよ。どこで鍵を？拾ったのさ。イゴールに見せたら、奴が他のみんなを誘って、そんで豚にされちまった。その豚小屋を見に行きたいんだが、どこにあるんだ？ああ、あっちだよ。丘の向こうさ。ずっと歩いてきゃ着くよ。わかるか？行ってみよう。
やばいな。逃げた方が。誰だ。見られたぞ。捕まえろ。お前らかかれ。殺せ。ヨンテクの鍵が使えたか。メダルが震えてる。この豚も元は村人だな。返事してるのか。言葉がわかるのか。はいなら1回、いいえなら2回だけ。いいな。いつからここにいるか知らないが、腹が減ってるだろう。いいものをやろう。うまかったようだな。よし、話をしようか。ヨンテクは薬草師と長老がいないと言っていた。お前はそのどちらかだな。村の長老のクラウスか。村の薬草師か。名前を聞いたぞ、イゴールだな。俺はゲラルトだ。よろしく。ここを知ってるのか。ここは聖堂か。待ってろ、辺りを調べる。また後でな。大勢がここへ来て何か重いものを持ち出したようだ。シャツに草の汁が、下には薬草の袋。薬草師のイゴールのものだな。豚小屋か。なるほどな。そこに金貨が一枚。ここには黄金が隠されていたのか。そこに金貨が一枚。ここには黄金が隠されていたのか。戻ったぞ。よし、話をしようか。ここにあった黄金がどうなったか知ってるか。ヨンテクに聞いてみないとな。おおよそは分かった。ここは聖堂で黄金の詰まった桶があった。ヨンテクが鍵を見つけ村人に見せると彼らは欲に走った。誰も黄金が呪いで守られているとは思っていなかったんだろうな。呪いを解くには黄金を元に戻さなければ。ヨンテクがありかを知っているかもしれない。意地の悪い冗談だ。あるいは誰かが全く別の呪文をかけようとして失敗したか。行くぞ。
みんなを助けてくれ。殺されて肉にされちまうよ。大密よ。さあどうする。助けて、助けて。村は守れたな、今のところは。読んでく。なんだい。やっと村人に何があったか分かった。呪いにかけられたんだ。ああ、それで呪いを解けるのか。ああ、力を貸してくれ。うん、よし。お前は他の村人みたいに姿を変えられていない。なぜなのか気になるな。みんなと行かなかったから。聖堂から何もくすねてないのか。そんなことはしてない。なんでだ。盗まれた黄金、それが呪いをもたらした。どこにあるか知らないか。隠したんだ。黄金を元の場所に戻せ。その時豚、いや村人も皆連れて行くんだ。うん。え？黄金を持ってこい。俺が豚を集める。粉引き小屋で落ち合い、豚小屋に行こう。きっとうまくいく。みんなを助けられるのか？黄金を持ってくる。豚たちを誘導しなければ悪水が効くか。ども進め。粉引き小屋に行くんだ。そこで待っていろ。そこを動かせよ。みんな揃ったぞ。イゴール以外は。イゴールは先に行って待ってる。いいか、着いたら黄金を元の場所に戻すんだぞ。あんたは豚を頼む。俺が黄金を運んでおく役だ。行くぞ。行くぞ。進め。歩け、ほら進め。
ほら、こっちへ来い。歩け、ほら進め。ほら、こっちへ来い。怪物だ、みんなが襲われる。みんなを守ってくれ、やつを退治しろ。止まるな、早く進め。みんなが襲われる。歩け、ほら進め。止まるな、早く進め。出発だ。待て。ありがたい、元に戻った。喜ぶのは早いぞ。頭数じゃない、人数を確かめろ。ほぼみんな揃ってるぞ。恩に着るよ、白髪さん。ヨンテクに感謝しろ、彼のおかげだ。鍵を持ってきたのはヨンテクだ。王軍が呪われてるのを知ってたんだ。一緒に来なかったもんな。でも俺は何も。イゴールがやろうって。お任せないぞ、この野郎。やっちまえ。助けて。ヨンテクに手を出したらその手を切り落とすぞ。待て、俺たちはただ。ウィッチャーに殺されるぞ、早く行こう。助かったよ。村には戻らない方がいい。きっとお前の居場所はない。どこか別の場所に住むんだな。ああ、そうだな。元気で幸運を祈るよ。